レルギー絡みなんですが、トメは、ここにもよくいる、食べさせれば治る、と言い張る人。何度か混入されそうになったが、完全に阻止したために、発作を起こした時の姿を見ていない。夫が閉めれば、でもでもだって、昔はこうで、うだうだ。と泣き、私が閉めれば怒り狂う、わかりやすいばあさん。困って医師に相談したら、うん、困ったばあさんだね。一回連れてきて。との頼もしいお言葉。ワクテカでトメを連れて行きました。口から先に生まれたと言われるトメ、ここぞとばかりに持論をぶちまける。すると、そうですね。じゃあ好きなだけ与えてもいいですよ。と医師に言われ、私はポカーン。トメは、キラッキラの勝ち誇った顔で、こっちを振り返った。医師は続けて、健康な子供だけを育てた、あなたの考えの方が、何十万件の症例を見てきた私より、勝ってると思ってるのなら、そうしなさい。トメ、なんだか釈然としないような顔だったが、その後、トメの身別室へ。お母さんは、先にお帰りくださいね。と看護師さんに言われ、今度は、私が釈然としないうちに帰宅した。数時間後、よれよれになったトメが家に来て、私間違ってたわ。ごめんなさい。再びポカーン。そして、息子のところに行き、泣きながら、ごめんね、ごめんね。ばあちゃん悪かったんだよ。ごめんね、ごめんね、ごめんね。夫が帰ってきたら、私たち夫婦に土下座しながら、ワンワン泣いて、これからは、いいおばあちゃんになる。と約束して帰って行った。後で病院に電話して聞いてみたら、アレルギーに無理解な、おばあちゃん講座。とやらに、とめず3人で参加させたらしい。何十万件の症例を詳細に、写真や映像や死亡率を数時間にわたって叩き込み、最後に、あなた方のしたことはこれです。それでも、自分の楽しみのためにアレルゲンを与えたいのなら、死ぬまで、あなた方は孫に会えません。なぜなら、その時には、すでに孫はこの世からいないでしょうから。と言ったそうな。看護師さん、あんなの見させられたら、誰でも変わりますよ。って笑ってた。プロ、すげー。